マイケル・モーラーは、アメリカ合衆国の男性プロボクサー。元 WBO 世界ライトヘビー級王者。元 WBO 世界ヘビー級王者。元 WBAIBF、統一世界ヘビー級王者。ニューヨーク州ニューヨークシブル・グリンク出身。1988年3月4日、プロデビュー。1988年12月3日。 初代 WBO 世界ライトヘビー級王者決定戦でラムジ・ハッサンに4ラウンド TKO 勝ちで初代王者に認定された。9度防衛後、返上。1992年、空位の WBO 世界ヘビー級タイトルをバート・クーパーと争い、2ラウンド TKO 勝利で獲得するが、すぐに返上。1994年4月22日、 イベンダーホリフィールドに判定勝ちし、WBA IBF 世界ヘビー級タイトルを獲得。1994年11月5日、ジョージ・フォアマンに10ラウンド TKO で敗れ、タイトルを失う。1996年6月22日、空位の IBF 世界ヘビー級タイトルをアクセル・シュルツと争い、判定勝ちで獲得。二度防衛。 1997年11月8日、イベンダーホリフィールドの持つ WBA 世界ヘビー級タイトルとの統一戦に臨むが8ラウンド TKO で敗れ IBF タイトルを失う。2000年11月17日、3年ぶりに復帰戦を行い4ラウンド TKO 勝ちを収めた。現在はピンカー・アートン探偵社で私立探偵を制御としており、 ハリケーンイルマ発生時には武装警備員として働いた。ありがとうございます。